なんだっけ、人間に大事なことは人間に大事なことは可愛いじゃない嘘それは嘘人間に大事なことは優しいこととギャップがあることです。人間に大事かは分かんないけど、私の好きな人間はギャップがあることと優しいことですね。あとなんて言うんだろう、なんか優しいか、優しいだなということが判明しました。そう、これで以上ですね。以上みんなお話ししました。長らくのご清聴どうもありがとうございました。寒い、今度聞かれたらそうやって答えよう。今度好きなタイプで聞かれたらそうやって答えようって言って、インスタあげようと思います。じゃあ9時になったら私はインスタライブに移動したいと思います。からあと12分、ショールームする。こんばんは、初見ありがとう、はじめまして。公演ないけど練習してないです練習はしてないから私の家には踊れるスペースがないんで、だからもうねあれなんですよ、体力が今日の愛知テルは必見だよ。そうだよ、体力が寝なくてもう立つだけで倒れそうになる。てかなんか階段降りる、この間階段降りたんだけど、階段を降りたのが何、階段を降りて足が痛かった、あとなんか足震えた、階段降りる時に足が震えた、びっくりした。インスタアイリちゃんしかフォローしてないって。インスタはねフォローしてなくてもね見れるんだよ、インスタライブでも。フォローしてくれたら嬉しいけど、キミちゃんは名古屋に引っ越さない、ちょっとわかんないですねその辺は。私はちょっとそれはね決められないかな。今日ご飯食べた、青春ガールズ公園来てくれてありがとう。多分あえて認知されてると思うけどね。誰が？何が？ラムネの飲み方公演したい。めちゃくちゃしたい私今。めちゃくちゃしたい。もうね DMM 見てねどんどんねその気持ちが強くなっていきますね。本当にもう覚えようかな、ちょっと覚えますわこれでも振り笛とかないからわかんないだけど、もう覚えます、もう資料もらえたら覚える勢い、今だし。インスタ、ひみちゃんメイクしてるかな、してないよな。ネイルはできない、私はまだ JK なんで。兆しのあやさん素敵でした、嬉しい。
楽しかったもん。私あれ今までね、スキーでやった曲の中でマジで上位ぐらいに楽しかった。兆し、あの11周年の公演の兆しめっちゃ楽しかった。マジ楽しかった。楽しすぎてさ、もうなんか楽しかったマジでも本当に早着替えめっちゃすぐだったし、前も後もだからそんなにね写真全然撮れなかったしね、本当に一瞬だったんだけどね、めちゃくちゃ楽しかった、うん、来年から髪染めは OK ね。 OK 染めないけどね、多分来年すぐは染めない。握手会行っていいですか？待ってます。再開したらすぐにでも会いましょう。楽しかった。マンゴーナンバー2のアヤが好きです。嘘、マンゴーナンバー2大好き。てか普通にね、茶鉄な全部好きだな。茶色部も好き。茶色部めっちゃ好き。茶色部って楽しいよね。歌ったことないかチャイラブね、めちゃくちゃ好きなんですよ。好き、私楽しい。だからあのエコパでやったんだけど、めっちゃ楽しかった。歌うまいしダンス頑張ってるの知ってる。ありがとう、嬉しい。嬉しいけど私はあなたが誰なのかが気になりすぎてさっきから認知してると思うよってでしょ。でも名前が違うのかな。いつも公園にいる？毎日いる毎日いる。あの人かな、何人かいるけど。楽しそうに踊ってて好きです。楽しいな、楽しいな、楽しいそうに見えるんだと思うよ。毎日いるさ、人いるよね公園さっきスクショタイム言ってたからスクショタイムでもしようかな。何これブスだからやめます。毎日いる人いるよね。振りまねしてんの今あと5分。寒い。最近香水を変えたんですね。香水っていうか、待って、メール送ろう。それがね、もう好きな匂いすぎてね、ずっとつけてると自分の匂いって分かんなくなっちゃうじゃない。いい、なおさんが、なおさんがかわいい。が切れたのかな。ミラクロ。かわいい。初見じゃないけどありがとう。スプレー使ってた。いや、あのね、あれでしょ、私がこのスプレー、あ、ここにある、これでしょ、このこれこのスプレーでしょ。このスプレーね、あのね、持ってきたじゃん、私持ってったんです。なおさんのインスタ見た方はわかるけど、持ってなんかね、なんか夕方になおさんがインスタライブしてて、なんかスプレー忘れたみたいな、でなんか私がコメントかなんかしたら、
なんかスプレー持ってきてよって言ってて可愛かった、めっちゃ可愛かった。それで本当に可愛かったんですけど、でも持ってったんですよ、あの次2じゃないよで一緒だったから。でも2じゃないよ、私の私が着いた時にはもう終わってたのさ、ね、あの収録が。だからね、実用はされなかった、そう実用はされなかったの。なのにね、持ってきました、なんか違うんですよ、なんかアイアイさんとナオさんがペアだったんだけど、アイアイさんにめちゃくちゃにね、マウント取られてもうね、めちゃくちゃマウント取られたの、アイアイさんに。だからそのなんか、だからナオさんスプレー持ってきましたよって言ったらめっちゃ笑ってた、めっちゃ笑ってたけどね、ちょっとしたらね、こっち来てくれて、どこにあんのって言って、これですって言ったら写真撮って載っけてくれた。そう、ほんと超面白かった、あやいさん面白い、モメントの取り返さん、え、そのアイアイさんには私負けてばっかりだから、面白いよね、アイアイさん。壇上でも読むか、暇だし、暇だしっていうかもう終わるし。13位ドロッパチさん、12位マコリンさん、11位ヘイガさん、10位ミオさん、9位レブロンさん、レプレブレブロンさん、あと8位プンさん、7位マスターかっこアイアイかっこじゃないあとアイアイガサさん、6位ポポマルさん、5位気象予報士バタヤンさん、4位マスさん52番さん、3位ワボさん、2位ケイイチさん、1位シロメグネのタミーさん、ありがとうございました、ありがとうございました。ショールームは一旦終わりにしてインスタライブするんで見てくれたら嬉しい。本当にあのここで終わりのことはファッションフォーユーの CM 選抜のイベント、たくさん今日まで頑張ってくれて本当にありがとうございました。どんな結果であろうと私はもうね、この一緒にみんなと頑張れた時間がとても幸せだったので、すごいとてもいい時間を過ごすことができました、ありがとうございます。本当にそれじゃあまたまたね。インスタライブする。そう、寝てください、みんな。みんなちゃんと寝てくださいね。なんてコメントに書こう。なんて言ってあげよう。インスタの投稿文を迷ってる今ヨゴさんのプリ入れたまんま JK みたいって言われた。いいや、絵文字だけで。
タグ、ハッシュタグ、おやすみなさい、おやすみなさい、投稿しまーす。いいねしてね。なんかさ、ずっと黒かったのに急に色出てきてキモい。まあ、いっか。諦め。もういいや、これで。よし。じゃあね、また後でね。バイバーイ。